大根属は、アブラナ科の属の一つである。ヨーロッパから、東アジアまで、ユーラシア大陸の温帯地域に広く分布する、大寒性の一年草である。リンネはこの属の植物として、幸い化された、ラディッシュ、西洋の大根、ラットテールラディッシュの三つの種を記載した。様々なその他の種が提案されており、ラットテールラディッシュは、アールサチベスの変種とみなされることがあるが、 明確な意見の一致は得られていない。アールサチベスも西洋の大根やルラパハニストラムの足として扱われることもある。日本の大根と欧米で作られているラディッシュは中国大根とともに同一種である。根茎は多肉質で球形、円柱形、円錐形、防水型などのものがあり、森口大根のように長さが1メートル近くあるものや、 桜島大根のように質量が十数キロになるものもある。日本の大根はほとんどが白色であるが、20日大根は赤や甲子色のものが多く、中国大根には鮮やかな緑色のもの、外は白いが中が紅色のものなどがある。花は菜の花によく似た四弁花で、白の他にごく淡い黄色や紫のものがある。開花させると巣が入るので、 農村地帯でも大根の花を見る機会はあまりないが割合美しいものである。欧米ではこの属のアールコデイタスが観賞植物として栽培されている。なお、属名は20日大根を意味する古いギリシャ語から大根の種名サチベスは食用のの意味である。下記の植物は花や根が大根に似ているため大根という和名がついているが、 大根族とは別の仲間である。ラフオネストラーピコスハット、ラフオネスカンフューゼス USDA ジャーンプラザム、リソーシズインフォーメーションネットワーク01ディセンバー2011、20 RAPHANUSCONFUSUSTROPICOS.org ミズーリボタニカルガーデン01ディセンバー2011。ありがとうございます。